服部さんの方ですね。はい。仕事入ってたから。どうすると、もしくは、石田君は奥さんと来るのかもね。いいね。
しても冗談かな。楽そうだな。新品だしね。あの、食うかな。ウィンメラクトでしょ。最後がダメです。芯があるんですね、多分ね、まっすぐ行くとやっぱ発射しちゃう気がする、多分また天水の方が刺した時のコップが入る感覚があったからね、10センチのパウダーで良ければ別にそれはつまんない。つまんない。全く持ってつまんない。一応ほらだから最初正直に答えます。牧場ですよって答えても良かったんだけど朝から飲んでたわけじゃないですよ。いや、あの違うんですよ。あの今日朝ごはん食べらんなくてあそこでおにぎり食べながらこれはハイボールでもいいああ すごい、たくさんよっ。ちょっとも今日あれじゃん。ちゃんと G1 履いてきたんだ。こんなに滑れないんだ。すげえ足がくなっちゃう。今、野球肘に手をつけてね。ジャンパー肘だね。なる前のちょっと1、2個前とし珍しい。確かに加藤さんが違うっていうのはまた、全然やばくないと思うんだけど、お湯だな、やっぱり。ああ、ほんとほんと。
え、だってほらみんなお昼にするっていうから多分もう一本ぐらい、もう一本ぐらい滑ったらお昼みたいな感じなんで。そしたらあの、俺乗るぞ。はい。ありがとう。わあ、いいお天気になってきちゃった。いい、いい、いい、いい天気で、あの味を知っちゃったんですか。残り取りのカラーリングが分からないように注文する人って無理らしいですよね。